よ。ドラゴンボールヒーローズヒーローズロード V。 今回のバトルは尾藤光輝くん、このデッキで翼に挑むぞ。対する翼は孫悟空の新カードアクションアビリティを狙ったデッキだ。負けないぞ。バトルスタート。ラウンド1、翼はシャンパのアビリティで光輝くんのチャージインパクトのスピードアップ。しかし光輝くんがミラクル。よし、ほとんどまで追加ダメージだ。天論モード発動。ラウンド2、孫悟空の新カードアクションアビリティシェンロン発動。シェンロンの力で HP5000 回復、パワーがプラス5000。さらにシェンロンバースト突入。シェンロンバースト成功。必殺技3連発。勝者はバトルナビゲーター翼だ。光輝くん惜しかったな。バトルプリンセスモモのワンポイントバトル講座。今日のバトルのポイントはゴッドミッション7段収録新カードアクションアビリティシェンロンを持った孫悟空のカード。2ラウンド目以降アタッカーにするとシェンロンへの願いが発動。成功するとシェンロンの力で HP が5000回復し、パワーが永続でプラス5000。さらにシェンロンバーストに成功すると必殺技発動時敵に与えるダメージをアップ。孫悟空のカード絶対手に入れてね。ドラゴンボールヒーローズスーパーツアー2016に友達と一緒に参加しよう。対戦希望者はアニマックスのウェブへ今すぐアクセス。未来を救うヒーローは君だ。